さて、シュノワです。シュノワがもしこの平均台で10点満点を出しますと、シリバスに 0.01 の差をつけることになります。トップに出ることになります。シュノワ。流れの頭も非常に強いですね。ここですね。これです。この技なんです。素晴らしいですね。伸身の後方宙返り1回ひねり開脚座ということになりますかね。はい、そうですね。シュノワが10点満点を出しますとトップに出ます。手堅いですね。かなりタッチまで意識してますね。